実際のロシアがウクライナに軍事行動したということもですね、2014年のミンスク合意というのがあって、それをゼレンスキー大統領がしっかりと履行していればおそらく戦乱はなかったので、その部分に立ち返ってですね、できるだけ早く停戦を実現するということが必要で、ロシアなき世界経済というのを前提とする話の前に、この停戦を実現して和平を実現して平和を回復するという視点も必要ではないかな。今の状態が長引けば様々な影響が出てきますし、日本のその輸入に占めるロシアのウェイトは決して高くはないんですけれども、一部の鉱物資源であるとか、あるいは水産物などについては、ロシアのウェイト非常に大きいので、その影響は日本国内にもかなり深刻に出てくることは避けられないと思います。ニュースオペードスタートです。